大阪府関係職員労働組合のツイート、阪神オリックスの優勝パレードの警備等に、府職員1500人のボランティアを募るとのこと。公費は使わずクラファンでやると言いながら、職員にボランティアで警備をさせるのは納得できません。警備要員が必要なのであれば、きちんと業務として対応すべきです。今府の多くの職場で欠員が生じています。ボランティアを募る前にまずは欠員を補充し、これ以上時間外勤務が増大することのないようにしてほしいです、とツイートした。警備を軽んじたらあかんよな。発想が浅ましいわ。パレードに府の職員は関係ないやろ。むちゃくちゃやぞ。公務でボランティア？労基法違反やろ。府の職員をただ働きさせてまで、やる必要があるとは全く思えんわ。ボランティアはありえんよ。これはやばい。実質の強制ボランティアやろ。クラファンで集めたお金払えばいいのに、そもそも府職員なら、特別手当て出せばいいのにボランティアって。確かに市の中の話ではあるけど、素人で対応できるんか？完全に警備を舐めてるやろ。万一事故が起こって、職員怪我したらどうするんや。さすがに異常すぎる。そもそも、公務員をボランティアで働かせたらあかんよな。もしお手伝いしてもらえるなら、ちゃんと賃金払ってお願いするのが筋やろ。阪神やオリックスの球団側も、これにはしっかりと意見してほしい。上からこんなん頼まれて断れる人どれだけおるねん。こんなこと許してたら、阪神オリックスの応援したくなくなる人が出てきてしまう。また、ボランティアという言葉が悪用されようとしてる。負の巻き添え食う阪神オリックス、気の毒やな。球団関係者がいない実行委員会に、任せっきりでいいんか？優越的な地位にある者からの、ボランティア募集は禁止した方がいいんちゃうか。阪神とオリックスのイメージダウンにもつながりかねんし、さすがにまずいと思う。